突然ですがみんなに問題です。私の名前は何でしょう？答えはオープニングを。みんな、わかったかな？それでは正解発表です。私の名前は、伊達の勇者です。嘘つくな、そして流行りに便乗するな。伊達か、スライムかなーって思ったんだけど。どうしてそう思ったんだ？ということで今回は、トロールフェイスの成り上がりを実況していきます。成り上がってほしくねー。そもそも何のゲームかわからんし、今回のは、トロールフェイスクエスト USA アドベンチャーだろうが、この野郎流行った曲に便乗しやがって。USA。それではレッツ。USA。いやね、マリリン・モンローの気持ちを一度味わいたくて。花粉症でとうとう頭がやられたのかと思ったわ。ああ、嫌なもん見せられた気分だぜ。じゃあ、私のスカートが。全然焦ってないしむしろ喜んでやってるのすげえ腹立つ。強風で飛ばされたりしないかな。あら、何の音？なんやねん今の。ダメー。おいおばさん、俺はタートルズの一人だぞ。理解が追いついてねえな。突然マンホールから亀みたいなやつが出てきたら即座に通報しましょう。クワバラクワバラ。こちらは我が社の新製品。これで売ってちょうだい。私はお金じゃ動きませんよ。ほん、ではこれでどうかね。はい、どうぞ。どうぞどうぞ持ってってください。さっきの硬い石はどこ行った？こっち持ってってよかった。しかも偽札捕まされてるし。お金の力って怖い。あ、出たわね。盾の勇者、絶対その名じゃねえだろ。いやいや、先ほどは大変失礼したね。なんてね、だって。殴ってー。おっさんあんた、ボーボーボーリスペクトしているの。バレた。リスペクトしてんのかよ。でもあのお方のように綺麗に鼻毛って伸びないよね。だったらこの際抜いちゃったら。恐ろしいことをさらっと。このおっさんの鼻毛をなんとかしてやりたいわね。じゃあこうしよう。はい、一丁上がり。鼻毛関係ない、しきもすぎるわ。さっきの亀と同じようにこの顔を見たら即通報しましょう。どうしてこんな表情をしているんだろうか。俺マジイケてるわ。こんなこともできるしゴールしようと思ったら今すぐできるぜ。あれ、キーパーは。え、なにこれ。オラオラボールをいただきだー。なるほど、違うスポーツだったのか、全くわからん。あ、もう限界かも。ちょっとまだですか。ねえ、ちょっと聞いてる、やばいんだけど。こういう時ってどうしたらいいのかな。そりゃあこうするのよ。トイレー、トイレー。あ、みんな、ちょっとどいててくれ。力づくかよ。ああ、体がどんどん縮んでる。はあ、間に合ってよかった。人は見かけによらないとはこのことね。あ、映画の前に出てくるライオンだ。あのライオンどうやって撮影しているのかしらね。合成してんだろ。さあこのライオンくんはどうしたら正解なのかな。出してくれー、頼むからー。出してって言われてもねー。もしかして縛られてるの？なにこれ。このライオンあんな体勢にされていたなんて驚きだわ。この撮影パネルをどうにかしないとね。パネルをライオンの後ろに設置して、この実態を世間にさらしてやりましょう。なんだ。ギャッハ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 、最高最高、映画より面白い。どんだけ映画がつまらないんだ。あ、コーラ専用の自販機だ。いいなぁ、コーラ専用の自販機私も欲しい。ダダをこねるな。え、ちょ、これ無限に出てくる。このコーラマジでうまいぜ。やっぱコーラは瓶だよな。それはわかる。それはわからん。ただ飲んでるだけじゃこのおっさんがゲップするだけなのね。このおっさんに何かするのが正解なんだろうけど。あ、コーラ一気飲みして歴代徳川将軍を一気に言うとか難易度高いな。ちょっとそのコーラ一気飲みしてみて。オッケーオッケー。すげえ、マジで一気だ。ああ、コーラの色素が。このコーラはやべえコーラだということがわかりました。はあ、最近不景気だからお客さんが来てくれないな。どうしたらお客さんがたくさん来てくれるんだろう。あ、いらっしゃい。って、付け払い常習犯の霊夢か。いやねえ、出世払いよ出世払い。巫女に出世とかあるわけ。何やら客足が減って困っているようね。まあね。何かいい方法はないかって考えてたんだよ。それならこの金儲けの天才。霊夢ちゃんがこの廃れた店を客でいっぱいにしてあげるわよ。悪かったね、廃れた店で。ナンパ船に乗ったつもりで私に任せなさい。とてつもなく不安なんだけど。それじゃあ今から私が言う言葉を紙に書いて、店に貼ってちょうだい。本当に大丈夫かな？
女。こんなこと書いて大丈夫なの？ええ、多分問題ないわ、多分。え、あのヤミーちゃんが彼氏募集だって。だったらここで食べるぞ。うわあ、すごい数のお客さんが。ふっふっふっ、私の作戦大成功ね。ということで集まってもらった男性諸君を、これから私たちが誰がヤミちゃんの彼氏にふさわしいか、審査するわよ。おい霊夢、ヤミーの彼氏ってどういうことだよ。カクカクシカジカって募集したのよ。そのカクカクシカジカがわかんねえ。ね、ねえ。このことをヤミちゃんは、もちろん、知らないわ。でもバレなければ平気平気。現にこれだけヤミちゃんのことが好きな人が集まっているんだから、本人だって嫌な気はしないでしょ。まさかの無許可かよ。どうか見つかりませんように見つかりませんように。それにしてもこんなに募集してくるやつが来てるとは。今回ミスチーの屋台でしか宣伝してないのにこの集まりようはなかなかね。もしかしたら私にもこれくらい。安心しろ、誰も来ねえから。来ても鳥とかアリとかね。それたまたま通った生き物じゃん。闇には悪いがどんなやつが来てるのかちょっと気になるぜ。それじゃあ早速、プロフィールとか聞いていきましょうか。なんかいろいろな人が来てるね。ああ、年齢も見た目もバラバラだぜ。さあ誰から話を聞こうかしら。リンク。あ、僕はただのコスプレイヤーです。それにしてもそっくりだね。一瞬本物のハイラルの勇者が来たのかと思ったわよ。俺の名前は青山源五郎。虫かな。趣味はスケボー。好きな音楽はヒップホップ。今時な感じの源五郎ね。虫のこと言ってるみたいだよ。ヤミーさんの強さに惹かれました。確かにヤミちゃんは強いし頼もしいわよね。はじめまして。僕の名前は山田山太郎。こいつもまたすげえ名前だな。特技は料理、趣味は映画鑑賞です。おお、料理が得意だなんて羨ましい。ヤミーさんとぜひ一緒に映画を見に行きたいです。爽やかで好青年って感じだな。あ、どうもどうも。俺の名前はグラヤマグラオ。グラさんかけてるからだろ。特技はグラさん回し、趣味はグラさん集め。ヤミーさんにもグラさんをかけてあげたいです。ノーコメントね。スティーブです。知ってるよ。どうも、医者をやっているものです。失礼ですが年収は本当に失礼だな。2兆円です。私この人がいいと思うわ。金で決めんなよ。ということで一通り、彼氏候補の自己紹介を聞いてきたけど、どの人もそれぞれいいところがあって、なかなか決められないわね。うん、迷っちゃうね。でも他にどうやって審査するんだよ。あ、この男どもを戦わせればいいのよ。え？うわぁ、マジでバトル始めちまったじゃねえか。男たちよ、己のプライドと闇ちゃんをかけて戦いなさい。とんでもない熱気だよ。ああ、すげえ戦いだぜ。まだまだ男たちの戦いはヒートアップするわよ。みんなボコボコ殴ってるけど一切倒れる人がいないね。とっくに体力の限界を迎えている者もいるけど、アドレナリンで体が勝手に動いちゃってるのよ。執念ってのはすげえな。うわあ、何あのリンクが持ってる剣？おい、あんなの反則だろ。いいえ、持ってる力すべて出し切って戦うのが男の戦いよ。マスターソードよりも全然でかいよ。でもご覧なさい。重すぎて全く攻撃できてないわ。完全に自業自得だな。おいお前ら、人の名前を勝手に使って何やってんだ。え、いや何も。こらー。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。さあ、最初は、グー、じゃーんけーん、ポン、あっち向いてー。ほい、あのおっさんのインパクトが強すぎるぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。